はい、どうも、世界一ストイックな怠け者、テケテケです。はい、ということで、いつもは更新情報と一緒に忘れ物チェックコーナーの動画出してますが、ちょっと今回はそのタイミングだと間に合わないイベントがあるので、はい、今忘れ物チェックコーナーだけ先に収録してますが、はい、こちらですね、次回反響。はい、本日、レベルランキング、闘技場ランキング、そしてステージランキング含め最終日になっており、まあ、さらに3回目の集計日ということで、まあ、総合ランキングも決まりますよと、はい、この神髄成果だったり、コピーの裏紙だったり、まあ、強化石といったアイテムの報酬日になりますんで、まあ、総合評価の方を今から大きく変えるのは難しいかもしれませんが、まあ、高速戦闘やってない人はやっておいてレベル上げしておいたり、まあ、闘技場なんかもめちゃくちゃ落とされてますね。はい、まだ挑戦回数残っている方は上目指してチャレンジしてみたり、あとステージなんかも時間ある方はボス連打していってなるべく上の方で回せるように最終日あがいていきましょう。はい、ちなみにランゼロサバの方は今回今50位で神髄成果15個射程圏内と、60位以下にならなければ15個をゲットできるんで、まあもう私の方はこれ以上、まあ、一応闘技場とか時間近づいてきたら頑張りますが、まあ報酬の変動はないかなということで、気楽にやろうかなと思ってます。はい、もうランゼロ企画の方は今回次回リンクキャラクターなんかも全く絡んでいないので、まあもう完全に毛利元成ちゃんとカシウスの2人、まああと超コメちゃんだとか、まあここら辺のバッファーなんかでもう無理くり頑張ってきましたが、はい、ビビ課金でもなんとか当たり会じゃない時の次回反響毎日頑張っていけばある程度神髄成果集めることができそうですね。今日の夜9時順位確定になりますんで、それまでにやれることをやっておきましょう。はい、あと今回 MR ルシーナガチャ最終日になりますが、まあ、ルシーナに関しては待望の状態状態性ダウンができる罪悪箱ばらまきキャラクターということで、まあ、このスキル1の罪悪箱、まあ、かなり注目されたキャラクターで、なおかつパッシブで味方3名の生後バフをコピーすることができるということで、まあ、対人戦なんかではこれを利用したトリッキーなムーブできるキャラクターになっており、2日ぐらい前に私の YouTube メンバーシップ動画なんかでこのルシーナをハイ課金でガチ育成した上でデッキから利子を抜いて、まあ、利子なしデッキを作った上で、まあ、お相手さんは利子ありデッキ、利子がいるデッキ相手に利子なしのデッキでルシーナに頑張ってもらって勝利するというような、まあ、今この放置少女利子ゲー利子ゲー言われてますが、はい、それを覆すような動画1本アップしてますんで、まあ、利子このコピーの仕方でマジで強くなるんで、 YouTube メンバー入ってる人はぜひ一度見てみてください。メンバー入ってない方はこの動画の概要欄に YouTube メンバーシップのリンクありますんで、テケテケのマニアックな情報を知りたい方はそちらから登録いただけると嬉しいです。はい、ということで、まあ対人戦もなかなか特に重配課金の方行けば強くなる副将ちゃんということで、まあ私個人的には推してますが、まあ東洋の判断基準としてはまず大き陣持ちの方で戦役やボス突破されてる方は、まあかなりルシーナおすすめ度高いですね。まあこれは1本大き陣を使った戦役やボス突破の映像を出してるので、そちら参考にしてもらいたいですが、まあ特にやっぱり罪悪箱をばらまけるだけでなく、スキル1で味方に対して生後幸運をつけてクリ率をアップしてくれるっていうところが、まあ、クリティカル出すのが苦手な大き陣にとってはめちゃくちゃ大きく、まあ、特に191ステージ以降だと2ターン目の大き陣のスキル2を打つまでの間に検定からもらった七星なんかも剥がされてしまいがちなんで、クリティカル連撃スキル2でできるかできないかっていうのは、まあ、大き陣にとってはめちゃくちゃ大きな違いになるんで、まあ、そこの部分を罪悪箱の他に生後幸運でサポートしてくれるキャラクターっていうのは、まあ、今後ほぼ出てこないかなと。まあ、罪悪箱だけやってくれるキャラクターだとか生後幸運だけつけてくれる副将っていうのは出てくるかもしれませんが、その両方を一気にやってくれる副将っていうのはルシーナちゃんぐらいということで、大き陣使いの方で195ステージぐらいまでを今目指している方にはおすすめですね。で196ステージ以降になると、このルシーナ敵の状態状態性無視 100% を出すためには知力値で勝っていないといけないので、196ステージ以降200ステージまでは一般戦闘の敵がステータスを持ってしまうので、ちょっと無備課金のプレイヤーさんだと罪悪箱のばらまきに失敗してしまう可能性があるので、はい、大き陣使ってる方でも196ステージ以降のルシーナの採用に関しては、ここのステータス勝負しっかりルシーナを育てることができるかどうか判断してから投与を考えた方がいいかなと思います。で、まあ戦役なんかを上杉謙信でプレイされてる方は、まあ単純に罪悪撃砕ばらまく源の広政ちゃんよりルシーナの罪悪箱をばらまいた方が威力としては高くなる傾向にあるので、まあ、それ用にルシーナの採用っていうのは十分ありだし、まあなんならルシーナ場に出る瞬間に味方の生後バフコピーできるんで、まあ応援出しなんかで罪悪箱をばらまきながら3ターン目にルシーナが上杉謙信が取りこぼした敵を落としに行くみたいなムーブも作ることができるんで、まあ、より火力作りたい方は広政ちゃんや UR アバター戦カシウスの代わりにルシーナ採用はありかなと思いますが、まあ、上杉謙信使ってる方はもうスキルに確定クリティカルなんで、まあ、ルシーナの幸運っていうのはそこまで絶対に必要ってものでもないので、まあ、だったら知力値勝負をしなくても敵の状態状態性をダウンできる罪悪箱をばらまきキャラクター待ってもいいのかなっていうような気もしますね。はい、でまあ190ステージ以下でまだプレイされてる方は、まあ、普通に MR ルシーナ迎えなくても UR アバター戦カシウスとかでも十分回せますんで、まあ、ショウオーダとかニビアンとか MR 超高名みたいなバッファーの方を優先的に集めていってもいいかなと思いますね。はい、ランゼロサーバーの方は、まあ、一応最終日絆のちょびだめだけしていこうかなといや、ここは、これは乗っちゃいけない。
乗りたい。いやでも破産するんでめちゃくちゃ欲しくなりましたが見送ります。さあそして UR アバター戦リュウヒョウちゃんガチャも本日最終日になりますが、まあ、リュウヒョウちゃんに関してはまだ MR アバター待ちということでのぼせない程度にもうちょっとお風呂入っておいてもらいましょう。あと今回少女の出会いガチャ、はい、こちらの遊園地スタンプ期限が今日までになりますんで、はい、まあ、原本を使った混沌素材集めであれば、まあ、この期間に出会いガチャ回すのが原本効率としてはかなり良くなってますんで、はい、こちらも回す予定だった方は回しておくようにしましょう。はい、ランゼロサバの方は今回もノータッチでいきます。はい、あと鍛造工房の方も最終日になりますが、今回3回分無料枠分引いた後、明日ですね、日付が変わった0時になった瞬間、もう1回無料枠分引くことができて、はい、あと1回引けば鍛造月の段階報酬2個ゲットできるので、日付変わってから明日の朝10時までの間に1回必ずログインして鍛造月無料でゲットしておきましょう。はい、あと神髄工房の方も最終日になりますが、はい、こちらの方も日付変わったら1回ログインして無料枠分1回引いて、さらに300元本払えば段階報酬の神髄成果2個をゲットできるので、まあ、ちょっと急ぎ目に神髄成果集めてる方はプラス300元本払って神髄成果2個をゲットしておきましょう。はい、あと万事バンド屋ですね、はい、こちらも最終日になりますんで、まあ、特にコイン貯めてた方で段階報酬の60回ですね、この赤いお守りまで放出する予定だった方は今日忘れずにここまで回しておきましょう。結局しっかり31回分無料枠分引いて、まあ、無課金でもここの段階報酬のお守り合計4個ですねゲットできましたね。いやこれはめちゃくちゃありがたい。はい、おかげで今ランゼロサワの方も、まあ、奇跡の赤お守り1個と青お守り1個で、まあ、SSR セレクト参加できる分ぐらいはゲットできました。まあ、ただちょっと今回ランゼロサワの方では特に欲しいってキャラクターいないんで、来期ですね始まったらまた SSR 副賞等中身見て交換していこうかなと思います。はい、最終日なんでお忘れなく。相手落ちて以上ですね。とりあえずまずは次回反響、今日の21時で終わってしまうのでもうこれだけ忘れずに最終日悔いの残らないようにやっておきましょう。はい、そしてまたこの後更新情報上がったら動画出しますので、そちらの方も楽しみにしていてください。はい、それでは。するOh, shit.